台湾第一原子力発電所とは台湾に北史跡文句にある台湾電力が運営する原子力発電所である。また、地名をとって金山発電所とも呼ばれる。1960年代から経済発展し始めた台湾の電力需要を賄うため、1970年に中華民国政府が 台湾最初の原子力発電所として建設が決定したのが東発電所である。後に中華民国総統になった小渓谷が経済発展のために打ち出した重大建設の事業の一つでもあり、1971年に建設が開始され1975年に春高1979年から商業発電が開始された。現在、 東発電所には沸騰水型原子炉2機がある。原子炉と発電機は、アメリカ合衆国のゼネラルエレクトリックと、ウェスティングハウスエレクトリックが製造した。福島第一原発1から4号機と同様の、PWR マーキー型である。また、台湾の中心都市台北市の北 28km に位置しており、大都市に隣接する原子力発電所である。 2018年より廃炉作業が開始されることになっており、2012年12月、行政院原子導委員会は、台湾電力に対し2015年12月までに、草案をまとめるよう指示した。2018年に1号炉、2019年に2号炉の運転が終了した。ありがとうございます。